とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーが更新されてますね。毎週日曜日、更新されるようになったみたいです。では、早速、行ってみましょうか。今回は何回まであるんだろうか。それでは行きましょう。今回は30回までですね。ということは、まあ、10回ずつ攻略していきましょうか。1回から10回、11回から20回。まあ、そういう感じですね。ほう。1回がここか。ガードがいる？あれ、敵が全然。あー、いや、後から湧くタイプだ。なるほど。んで、おい、おい。危ねえ。いた。とにかくエンチャンターが結構出るっぽい。で、いるね。嫌なやつだな。これでちょっとダメージ与えましょう。でも一発じゃない。はいはい。まあ、エンチャンターいなければ全然雑魚ですね。はいはいはい。エンチャンターが4体ぐらい出てくるんで注意か。なるほどね。なるほど。影の断片とかか。魂の棒。でも今使えそうなやつはないのでそのまま。あ、でも元々は何？ 8 帯電。あー、おー、なるほど。まあまあいいやつがエンチャントはついてる。でもまあ使わないかな。ちょっと待て。最初からなんか戦いにくい場所だな。戦いにくい場所。ほんと。戦いにくい。で、敵多いしね、また。序盤がやっぱり難しいタイプみたいだね。うん、序盤からこの敵の数はなかなか脅威ですね。この奥にもいる？いないか。最初結構注意が必要ですね。近接に、遠距離もかなり数がいるので。で、レイスありか。めんどくさい場所だな。あ、でも最初のあの敵がめちゃくちゃ多いとこ、あそこを抜ければなんてことないわ。うん、まあまあいけるでしょう。あー、バーストクロス最近好きだな。あ、魂ローブもポーションバリアがついてる。まあバーストクロス持っていきましょうか。うん、これの長弾でなかなかいいんじゃない。あー、ボーナスショット、まあいらないな。ちょっとここら辺で様子見よう。いきなり突っ込むとちょっと危なそうなので。はいはい。おいおいおい、食らうな。嫌だな、ダメージが。この段差もめんどくさいね。もう湧かない。ナイス。嫌な場所、嫌な場所だな。奥にはいる？もういないね。いやー、場所が嫌。でもそんなに敵は多くないんで特に問題はないか。あれ？あれ、いないぞ。あれ、上野のところにいた？奥の方にいたのかな。いたんかい。いや、さっきいなかったでしょ。まあまあ、3回クリアですね。1回が一番ちょっとめんどくさかったかな。あとは特になし。ここはいりませんね。うん。はい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 、はい。凍結中の場所ね。これ凍結になるとめんどくさそうね。凍結には注意しましょうか。危ねえ。
多いな。凍結になるとね、もう動き悪くなるんで、もう嫌いなんですよね。しゃあ終わり、これで終わりか。いや、まだいる。やっぱ敵が多いな。こう敵が多いと周回するのがね、めんどくさいんですよね。お、まだいるの？上？あ、上にいたんか。よかった。わざわざ下にね、戻ったりするのが結構めんどくさいので、嫌なんだよね。なるほど。守護トーテムが重要になる可能性はあるんだけど、いや、なしでいこう。で、もうちょっとエンチャントを入れましょうか。危な！ダイナモをもう少し入れてもいいかなとも思うんだけども、いや、なしで、行こう。で、いやーもう、極力は、後々取っておきたいところだけどね。いいか。安全、ああ、いっぱい出るし。大丈夫だね。オッケーオッケー。じゃあ敵多い、ここ。もう矢を取ったら攻撃できなかった。嫌な場所。うわあ、すごい嫌な場所。はい、クリアですね。多分近接でね、ガシガシいったらちょっとめんどくさい場所だったかもしれないね。スノーアーマー、雪玉付きか。でもね、攻撃力がまだ欲しいところ。そこまでダメージ変わらないし、このまま行きます。わー、またここか。今回のテーマはあれだね、雪かもしんないね。うん、もう冬になってきたので、ちょっと雪をテーマにしたステージ。危ない。あー、ミスった。しょうがない。もうクリーパーがなかなか倒せなくなってますね。危ない。おー、危ねえ。しかし敵が多い。なんとかならないんか、この敵の多さは。時間がかかってしょうがない。よし、もう、いや、まだいる、まだまだいるよ。危な。敵の多さでね、さらにこの凍結がつくと、もうとても動きづらくなるので、絶対食らいたくないね。あー、なんか好きなやつが出ないな。虚無剣つけていこうか。そろそろ多分ボスも手前になってくるので、つけていきたいね。まあ、鋭利を入れて、蜂も一丁入れとけ。ここもまた戦いにくい場所なんだよね。いや、戦いにくい。ナイス、蜂ナイス。いやー、戦いにくい、ここ。いやー、凍結がとにかくめんどくさい。ちょっと、いやー、でタワーレイス来た。やめろ、タワーレース面倒。いやー、やばい。意外にリーチが短いんだよね、これ。よし、もうめんどくせえ、ここ。あー、めちゃくちゃめんどくさい。終わる、そろそろ。まだまだいるんか。よし、終わりか。いや、めんどくさい、7回めんどくせえ。あ、よかった。
森の矢筒が来てくれた。まあね、矢はね147本となかなか多めではあるんだけど、一応来てくれると嬉しいね。ありがたい。でここももう、おいおい、いた。ちょっと待って、あ、なるほど、お前がいんのか。めんどくさいなここ。ちょっとちょっと、とても倒しづらい。エンチャンターまでいるしね。ちょっと待って、ここちょっと遠距離で倒していくわ。いやめんどくさっすごい嫌な場所。今回のタワー結構嫌だね。どんだけこの冬のステージがあるの。久しぶりだ、この通常ステージにネームドが出てくるの。久しぶりだな。ボス扱いじゃなくてね、久しぶりに出てきたな。よし、できれば矢はあんまり使わず倒していきたい。はい。いやー、これほんとシーズン3とか4以来じゃない。ほんとに久しぶりにネームド出てきたね。あー、変えたい。あ、強化メール変えようか。クールダウンついてるんで使いやすそう。うん、2だけども十分十分。はい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 。で次の回が商人みたいなので11回がボスかな。リープリーフ出んの。リープリーフいるんだ。ちょっと待って、ちょいちょい動きも封じられるしめんどくさい。いやー、嫌な場所多いね。ハチさん頑張ってくれ。よし、ハチを出すために近接で戦っていこうか。戦いにくい。いやー、強肩ミスったな。やっぱリーチが短すぎるんで羽ピョンが欲しい。うん、羽がないとちょっと使いにくいな。よし、あ、いいね、いいよ。クールダウンついてるんで森の矢筒が使いやすくなった。 OKOKOK、 いい感じ。よし、じゃあ次商人。あー、勇者もある。あー、でも、エンチャントがあんまり良くないね。やっぱ俺クールダウン好きなので、このまんま行きましょう。ステイで。あー、で、ボスに入ったらクールダウン3に行けるかな。で、ここはまあもちろんバーストでしょう。うん。間違いない。で、エンチャン、いや、ダイナモンもね、入れたいかなと思うんですけど、羽がないとあんまりダメージ増やせないので。まさかの、まさかのボスこいつ。いや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 、きついって。まさかのラスボスじゃなくって、途中の道中のボスがこいつか。いやいやいや、攻めてくるね、ほんと。だいぶ攻めるね。マジか。よし、極力蜂を出して受け取ってもらおう。いやー、これ今回のタワーもこれ周回めんどくさいよ。ほんとこいつがいるとね、倒すのに時間かかりすぎてダメなんだよ。いや、ダメじゃん、あんま入らん。いや、きっつい。これ何回これ戦うといいか。これは厳しい。これ厳しいですわ。
まあまあとりあえずぼちぼち倒してみます。これは時間かかるよ。いやー残った。よし終わった。とにかく時間がかかる。本当に嫌なやつですね。はい、ということで、今日は1階から11階まで行きました。では次は、12階からスタートですね。これは先が思いやられるぞ。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。